この子はタマキン。私の相棒で、いつもはメス猫なんだけど、たまにオス猫になったりするヘンテコな猫。はい、百鬼夜探偵事務所です。はい、はい。なるほど。事件ですね。こっち。こんにちは。どんな事件もまるっと解決。ちびっきゃっきゃ光りつけ。ああ、光ちゃん、それは何かな。やっぱり名探偵に決め台詞って大事だと思って。ああ、そう。まあいいか。うん。それじゃあまずは概要から。この村にある塩捨て山の山中で意識不明の少女が発見された。被害者の命に別状はないが、同様の被害はここ2週間のうちに5件も発生してる。そして意識を取り戻した被害者曰く、処女を捨てに行った。かつてここ三沢村では、少女が山の神に処女を捧げて大人の女になるという儀式があった。ひょっとしたらこれは君の事情が絡む山かもしれない。わかりました。この謎、妖怪探偵にお任せあれ。詳しい話はこちらのお二人から聞いてくれ。村長とロッジを経営している方だ。処女捨て山の儀式ですか。あれは嫌な話です。昔この村では生娘を山に入れ女にするという風習があります。ありがとうございました。辛いお話をさせてすみませんでした。被害者の子たち、よく覚えています。あの子たちはここの宿泊客でした。みんないい子たちで、何か怪しいグループに関わるようには見えませんでしたよ。きっと巻き込まれてしまったんです。かわいそうに。牛山さんはいつ頃からロッジを？去年からです。以前は別の土地でソープショーをやっていました。ソープショー？たくさんのお客様とつながれて、たくさん気持ちよくなれました。あれはあれで楽しいお仕事でしたね。なるほど。確かになんか色気というか、にじみ出てますもんね。ありがとうございました。大変参考になりました。ああ待って、そろそろ暗くなりますし、今日はここに泊まってください。いいんですか？はい、私も近くの母屋にいるので安心ですよ。それならお言葉に甘えて。処女捨て山、それと儀式についての情報なしか。剣持さんも被害者同士のつながりはないって言ってたし。あのね、玉金も考えてよ。相棒でしょ。これは光のお仕事よ。ちゃんと自分で考えなさい。ちぇ、これだから猫は恩知らずなんだから。お手上げだよ。手がかりなし。こら光、はしたないわよ。知らないもん。今日はもうおしまい。おやすみ。まったくもう。いつまでたっても子供なんだから。光、起きたわね。玉木、ここどこ？わからないわ。いつの間にかここに。あれはバク。バクって妖怪のバク？ええ、気をつけて。あいつは夢を操るわ。まさかもう夢の中。あいつは夢の中で思い通りに動けるわ。別の妖怪を生み出すかもしれない。あの影、それにこの景色、どこかで見覚えが。光！